今日お話しさせていただくのは2007年一人薩摩寺、この時に大変お世話になりました、現在鹿児島市役所にお勤めの三浦さんという方とお話をさせていただきます。あ、三浦さん、うわ、ちょっと待ってくださいよ。本人とお話ができるんですか？え、びっくりしました。こんにちは。こんにちは、本当にご無沙汰してます。お久しぶりです。いやいやいや、今も本当にご活躍で、まずは本当に25周年おめでとうございます。どうもありがとうございます。ですね、まさかこんな風に、ね、直接ご本人にこうやってお話ができるなんて夢にも思わなかったものですから。いえいえいえ、もうね、三浦さんとは2007年です。もう13年前ですよ。もういや、もうそんななりますか。です。ね、一人薩摩寺のその東京の、そうなんです、渋谷で、はい、お原祭りをやったんでしたっけ。そうそう、毎年やってるんですけど、5月に、うん、ちょうどですね、あの年が第10回の記念大会だったんですね。そうだ、そう、それでなんか盛り上げたいよねって話をこうずっとみんなでしてる中で、本当にまさにそのタイミングで水森さんが一人薩摩寺って出てきて、これしかないよという、本当そのタイミングでした。そうです。ええ、ね、109の前の特設ステージで、ええ、歌ったんですよね。覚えてますか、なんか安っぽい、安っぽいですけど、本部席のですね、普段だったらもっと豪華なステージがあるところを、普通のこうね、お偉いさんが座る観覧席の前のですね、一番先頭のところで、本当にですね、はい、危なっかしいところで歌っていただいて、本当にそれと説は申し訳ありませんでした。とんでもないです。もうね、本当に何でしょう、私もそんなね、あんな都会の渋谷のど真ん中で歌えると思わなかったので嬉しかったですよ。いや、もう今じゃ絶対できないですよね。いや、できないですね。できないです、本当にですね、できないです。で、またね、すごい人で、あ、ね、だから、まあ、もちろんね、お祭りに参加してくれる方もたくさんいらっしゃったんですけど、やっぱり場所が場所がゆえに、うん、もう音楽が鳴り出すとともにブワー、もう僕ら本当にもう抑えるのが必死で、何かあっちゃいけないって、やっぱりですね、どうしてもこう、まあ変な話、そういったものに慣れてないこうスタッフがたくさんいる中ではですね、もうとにかく押さないでください、押さないでください、とにかくもう無事に水森さんが祝って無事に降壇していただくまで、もうそこまでが本当にヒヤヒヤしてました。いや、もう本当にね、いろいろとお世話になりまして、本当こちらこそですね。その時は三浦さんはその市役所というか東京の方に、そう、僕は東京の事務所の、まあ、にいたもんですから、ですから東京の担当ということで、この渋谷鹿児島おから祭りの方は、はい、私の方でいろいろとですね、まあ、アテンドをさせていただいたというところだったんですね。そうだったんですね、なので、ね、その年は私それこそ鹿児島のおはら祭りでも、うん、参加させていただいたりとか、またちょうど翌年が、うん、大河ドラマ篤姫の、そう、それもあったんですよ。だからちょうど鹿児島がこういろいろこう盛り上がっていくときに合わせて、もう水森さんが一生懸命ですね、もう鹿児島のご当地ソングを全国で、紅白も含めて、そうですね、歌っていただきましたんで、本当に、うん、思い出した。そう、その2007年のその行くとこ行くとこ、鹿児島市内はもう篤姫のそのポスターとか、いろんなそのなんか宣伝のね、ですです、ものがいっぱい貼ってあって、はい、うん、わあ、すごいなってね、力入ってるなって思ってましたよ。うん、そうなんですよね、本当にまさにもうこの年しかないぞっていう時に、もうね、1年経っていただきましたんで、はい、そうでしたね。だからこうね、鹿児島もすごくこうなんかこう盛り上がってた時に、うん、お世話になったし、路面電車もね、ラッピング電車っていうんですか。そうですね、いろいろね、路面電車であったり、なんか確か船の前でもなんかね、船にも乗ったんですよね、確かね。あ、乗りました、乗りました。ですよね。はい。あと桜島のお祭りでも歌わせていただいたりとか。すいません、いろいろ無茶言いましたね、当時。
すいません、とんでもないですよ。私のヘアメイクさんが、はい、実家が鹿児島なんですよ。そうでね、で、今その実家は市内なんですけど、はい、そのお母様のふるさとが泉で、おでね、その彼女のおじ様が、はい、泉の市役所に勤めてらして。あらあら、本当ですか。そうなの。でね、その時も、市役所のみんなでね、そのさつまじの CD をいっぱい買って応援したんだよって言っていただいてて、だからその当時は本当県内あちらこちらでもうそのさつまじを応援していただいたり、あと鹿児島パラダイスっていうあの歌もはい、いろいろこう振り付けして、なんかいろいろとですね、なんかこちらからなんかねお願いしちゃったみたいで、とんでもない。水森さんはじめ、まあ、当時の海津さん含めスタッフの方々もですね、本当に一生懸命やっていただいたんで、本当にいいですね、まあ、あの鹿児島 の, あの PR ができたと思います。うん、ありがとうございました。で、紅白の時もその泉出身の花柳豊樹先生が、はい、よく存じ上げております。で、あの東京 の, その渋谷のお原祭りでも、はい、すごくね、こう先生いろいろとされてるんですけど、その先生の振り付け で, です。後ろで100人が花柳社中の皆さんが踊ってくださって、本当ね、その元気というかですね、本当今欲しいです。やっぱり今大変なんで。どう、今どうですか。やっぱりですね、やっぱりまあこれもね、もう東京の方もそうかもしれませんし、全国みんな同じだと思うんですけど、やはり鹿児島もですね、まあ、今回のコロナの影響で、うん、まずは観光客がやっぱり全く来なくなってしまって、あと、今先ほど言った地元のイベントなんかもどんどんこう、ね、取りやめになったりなんかして、まあ、なんとか少しずつこう元気になってきそうかなという気はするんですけど、まあ、まだまだですね。改めて、まあ、あれ、なんか変な言い方ですけど、こういうことが起こったがゆえに、やっぱりこう、ね、外から来ていただける方のありがたさというかですね、もう逆に、まあ、我々は今度なかなかそちらに行って PR することもできないんですよね。逆に言うと今そういった移動もなかなか簡単にできないものですから。なるほど。そういったこともあってですね、なかなか我々もこういいものたくさんあってもですね、今度そちらにも行けないということも続いてまして、まあでもなんとか頑張ってですね、今日こうやって、ね、水森さんにお会いできたんで、ちょっとまた我々も元気をもらって。本当。一ついいですか、宣伝しちゃって、はい、どうぞ。わかります、このストラップ、私が今つけてるストラップ見えますかね、このストラップ。ああ、見えます見えます。茶色、これ茶色っていうか、はい、これ実はですね、はい、大島紬なんです。あら、今ですね、私のやってる仕事がこの大島紬であったり薩摩焼きであったり、いわゆる鹿児島の伝統工芸を PR しようとしています。そうなんですか、今は。だから、でも残念ながら本来でしたら東京とか大阪の物産展とかに行ってですね、こういったものっていつも多くの方に見ていただいて買っていただくんですけど、すね、全く今年これができなくてですね、あら、非常にやっぱり困ってらっしゃるんですよ。うん、なんでまたね、機会があったらこれちょっと僕が頑張ってなんとか水森さんに大島紬を着ていただいて、はい、というようなこともですね、まあ、あんまり僕が一人で言っちゃうと隣にいる部下が今ちょっと顔引きずってるんで、なんでまた課長一人で飛ばしてるよと思ってるかもしれませんけど、いやいや、まあね、そういう方はいないとダメですから、地元のためにということで、もしよろしければまたいろいろ鹿児島を助けていただければなと。もうこちらこそです。もう何年も前に歌った歌ですけど、それはもうずっと続いてるご縁なので、もう遠慮なく何でも言ってくださいよ。本当ですか。本当本当、その物産展でも歌いますよ。へー、そんな、もうこれだけもう大御所になってしまった方に、そんなちっちゃい物産展とかですね、そんなステージなんかでやったら、もう恐れ多くて。全然もうそんなことないです、三浦さん、どこでも行きますよ。きっと隣にいるマネージャーさんがまだ私の部下と同じで引きつってると思うんですが、やっぱり、うん、引きつってない、引きつってない。鹿児島出身のヘアメイクさんも嬉しそうです。ああ、本当ですか。うん、毎年そのキャンペーンとかいろんなそういうカラオケのステージがあって、実はお邪魔、ね、何度もさせていただいてたんですね。うん、でもやっぱり
今年はもう一度もなかったですね。あ、そっか。水森さんも大変だったね、本当に。うん、本当その全国、それこそ全国各地のコンサートも中止になったり延期になったりして、うん、お客様の前で歌う機会がもうなかったですね。うん、そっか。そうなんです。だからね、あの、ひとりさつまじをね、鹿児島で歌うとすっごい盛り上がるの。もう皆さんがね、大合唱になる。フルコーラス。ありがとうございます。このね、もう一体感っていうのはもうやっぱり、もう地元でないと味わえない。もうどこで歌うよりも幸せだし、緊張するけど、もうね、本当に嬉しさ、楽しさっていうのを感じて、もう本当、もう楽しみなので、またその感動を味わいに鹿児島にまた帰ります。ぜひ帰ってきてください。はい。いやー、なんか嬉しいな。嬉しいですね。はあ。でもちょっとね、三浦さんもその伝統工芸の大変な任務ですね。いえいえ、広めて もう地元のね、本当にこう何代も、ね、続けてらっしゃる方々、そう、頑張ってらっしゃるんで、もう少しでもね、そういった方々のお手伝い、特にこういうね、あの状況の中で、やっぱりなんか少しでもね、お役に立てればなと思ってますんで、まあ、ね、僕は今勝手に一人で言ってることですけど。いやいや、いや、もうでもそうだと思いますよ。だってね、そういう大変な中でも、やっぱり皆さん歩みを止めずに、こう頑張って、こうね、前を向いているわけですから。もうね、水森さん、本当に鹿児島のね、あのいろいろいいものをたくさん、もうすでにね、ご存知ですから、うん、もう、はい、とにかく私が説明しなくても、もうね、芋焼酎であったりですね、もうあと食べ物もね、いっぱいた、うん、ね、もうすぐ思い浮かびますよね、きっとですね、美味しいものもね。はい、豚しゃぶもね、美味しいし、溶岩焼きとかね。あ、ですよ、本当に。あとね、先ほど本当にありがとうございます、桜島。はい。ちょっとね、この今年はおとなしいんですけど、相変わらず吹いてますから。そうですか。え、でも本当に改めて25周年おめでとうございます。ありがとうございます。これからも、鹿児島も含め、ご当地の女王として頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、三浦さんもあのお体気をつけて。ありがとうございます。あの、お仕事頑張ってください。また会いましょうね。また会いましょう。また行きます、必ず。はい。わあ、嬉しか。ありがとうございました。